北海道日本ハムファイターズ対中日ドラゴンズの一戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、今日もたくさんのお客さんが入りました。プロ野球選手冥利につきますよね。そうですね、たくさんのファンの方の応援というのは相当力になりますので、選手もかなりプラスになりますし、お客さんが入ってくれれば入ってくれるだけ、やる気もなりますんでね、楽しみですね。そのファンの声援を受けて今試合がスタートしています。まずはファイターズの先発伊藤が札幌ドームのマウンドに上がります。これから注目の立ち上がりになります。これが初球、最初は変化球できました。さあ2球目は何か、スライダー外れます。ボール先行です。ボールになります。ストライクが入りません。高め空振り、スリーボールワンストライクです。弾き返した打球はライトへ、ライトが取りました。バッターは2番に入っている岡林。まずはワンアウトを取っています。マウンド上伊藤、そしてキャッチャーは宇佐美。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか。さあ初球は何か、初球ボール、内へ低めに変化しました。ボール先行です。インハイ決まっています。153キロ。インコース決めてきた。2ストライク2ボールと追い込んでいます。さあ5球目は何か、惜しいですね。いいボールでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。打ちました。セカンドうまくさばいてアウト、2アウト。バッターは3番阿部。2アウトランナーありません。インサイド見送っています。スピードボールを持っています。次が2球目、変化球タイミング合いません。あーボールですか。はい、低めわずかに外れてボール。ストレートですね。はい、低
めストレート空振りでストライク。2ボール2ストライクです。打ちました。高い打球センターへ。ここは打ち上げています。江越が抑えてスリーアウトチェンジです。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。1回の裏ファイターズの攻撃です。ファイターズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますドラゴンズはご覧のような守備陣です。ドラゴンズマウンドに上がるのは先発の柳。さあファイターズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは松本。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。アウトコース空振りです。よく見極めましたね。アウトコースストレート際どいところを見極めました。インサイド落ちました。ファールゾーン切れそうです。切れていきます。ファウル。際どかったですよね。センターへ。伸びがありません。ここはフライになっています。センター掴んでワンアウト。バッターは注目のルーキー上川畑。柳まずは先頭バッターを打ち取っています。小さく変化させました。打ちました。切れました。ファールボール。ボールカウントはノーボールツーストライクです。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。ビシエドが掴んでツーアウト。バッターは DH マルティネス。ツーアウトになっています。アウトコースボール。ボールになります。ボール先行です。次が3球目。際どかったですよね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。ストライクが入りません。まあここは1球待つカウントですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。次が5球目。打ちました。痛烈な打球。引っ張った。詰まりながらもレフトへ。ここは外野へのフライ。これは平凡なレフトフライ。加藤が掴んで3アウトです。この回ファイターズ三者凡退です。2回の表ドラゴンズの攻撃。打席には4番バッタービシエド。ファイターズ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。ファウルになります。
ノーボールワンストライクです。内への変化球は決まりません。まあここは甘くならないようにしてストライクゾーンで勝負ですね。はい、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。ボールになります。次が6球目。膝元をつきましたが外れました。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。ここはもうゾーンギリギリを狙って全力投球ですね。なるほど、打ちました。レフトに上がった。ここは打ち上げています。レフトが取りました。ワンアウトです。バッターは5番高橋。まずはワンアウトを取っています。インサイド、弾き返した打球はセンターへ。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。バッターボックスには指名打者の石川。ツーアウトになっています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。低めに外れてボール。3球目は何で来るか。高め打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。ツーアウトランナー1塁。バッターは7番に入っている木下。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球は何で来るか。打ちました。これは破りました。センター前。ファイターズピンチになりました。ツーアウト二塁一塁。さあファイターズ先制のピンチを迎えています。やはり先取点はやりたくないんで、ここは集中したいですよね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の伊藤、このピンチをどう切り抜けてくるのか。甘い球をフルスイングしましたが当たってくれません。これは変化球。これが3球目。低めへのストライク。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。外へ持っていきましたが入りません。惜しいですね。いいボールでしたけどね。はい、外の変化球わずかに外れてボール。フルカウントになります。このピンチ空振り三振に切って取りました。なんとかここで食い止めました。2回裏に入ります。さあファイターズ、この回は4番から始まります。野村が打席に入ります。ファイターズ0対0で迎える2回の攻撃です。
さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、やはりまずは先制点だと思うので、ここは塁に出たいですよね。そうですね。いい球ですね。はい、変化球が決まっています。引っ張った、弾き返した打球はレフトへ、レフトが取りました。打席には5番バッター清宮。柳、まずは先頭バッターを打ち取っています。高め変化球、空振りです。よく見ましたね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。切れていきます、ファウル。バットに当たりません、三振。ツーアウトになりました。バッターボックスには6番浅間。ツーアウトランナーありません。初球ストライクを取りました。このカウントは甘い球だけでなく、少しゾーンを広げて待っている感じでしょうね。なるほど、そうですか。低め、これは外れます。外れてボール。ボールになります。ここは狙っていくのもありのカウントですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。この回ファイターズ3人で攻撃を終えています。2回終わって0対0同点です。小宮山さん、まだ序盤ではありますが、両投手好調のようですね。まあ、そうですね、ボールも走ってるように見えますし、非常にコントロールもいいですからね。ひょっとしたらこの後投手戦が続くかもしれません。初球わずかに外れてボール。スピードボールを持っています。2球目打ちました。ショート取った、アウト、ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター大島、先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席、あわやというような大きい当たりでしたよね。ここは注意していった方がいいですね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。打ちました、ここもファールです。さあ3球目は何か。低めの変化球は決まりません。打ちました、大きな打球になった。この当たりはどうか、ライトオーバーのヒットになりました。
バッターランナーは二塁到達。ワンアウトランナー二塁となりました。さあ、そしてバッターボックスには岡林が入っています。さあ、先制のランナーを得点圏に背負います。まあ、ここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。2球目打ちました。これはどうか、レフトが取りました。ツーアウトです。この感じで攻撃の流れを切っていきたいですね。まあ、まだピンチが続いているわけですけど、このまま点をやらずに切り抜けたいですね。そうですよね。さあ、この場面で打席には3番の阿部が入っています。2球目は何で来るか。インサイド落ちました。切れていきます。ファウル。ワンボールワンストライクです。インサイド打ち上げました。打球はライトへ。最後はライトフライ掴んで3アウトです。先制のチャンスがあったドラゴンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。0-0、同点です。赤星さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか？まあ、そうですね。やっぱり先に主導権を握っておきたいですからね。そうですよね。そのあたりどちらが流れをつかむんでしょうか。このフライは切れそうだ。切りました。ファウルボールです。これが2球目。バットが動きませんでした。ここは高めのボール誘ってきましたが、手を出しません。これが4球目。引っ張った。これはどうか。三遊間抜ける。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。さあ、一塁には先制のランナー。バッターボックスには宇佐美。ここはエンドランが面白いかもしれませんね。さあ、仕掛けてくるでしょうか。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。空振り。牽制のうまいピッチャーですから、ランナーはしっかり集中しないといけませんね。ああ、そうですね。赤星さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか？いや、まだ分かりませんね。配球を読んでるのかもしれませんね。まあ、あるいはエンドランのような策があるかもしれませんね。なるほど、そうですか。打ちました。ファウルになります。際どいですね。よく選びましたよね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。フルカウントです。変化球空振り。ワンアウトです。さあ、先制のランナーが一塁です。バッターは石井。バントの上手い選手なので送る可能性が高いでしょうね。はい。さあ、ここは送ってくるんでしょうか。狙っていって空振りです。さあ、2球目は何か。ランナー走りませんね。高めちょっと外れたか。変化球空振り。ツーアウトになっています。
打順はトップに帰って松本。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね、バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね。期待しましょう。ツーアウトランナー一塁です。牽制セーフ、ファウルになります。次が3球目、インコース詰まりました。ランナー出ましたがファイターズ得点はありませんでした。3回終わって0対0同点です。4回の表ドラゴンズの攻撃、4番バッタービシエド、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ファイターズ得点に動きはありません。0対0で4回を迎えています。次が2球目、低め、ここは150キロを超えてきます。空振りになります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。打順は5番高橋、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。デッドボールのランナーが出ています。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあ打ちました、流しました、ここはフライになっています。レフト掴んでワンアウト。バッターは今日 DH に入っている石川。先ほどのヒットはいい当たりでしたから、注意が必要なバッターだと思いますね。そうですね。ワンアウトになっています。低めの変化球です。ボール先行です。甘いボールですよ。危なかったですね。そうですね。ボールになります。アウトコース見送ってストライクです。3ボール2ストライク。振っていきましたが三振、2アウトになっています。打席には7番バッター木下、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。2アウトランナー1塁です。高め打ちました。これはスタンドへ入りそうです。切れました、ファウルボール。3球目は何で来るか。高め見送っています。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。取って3アウトです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。0対0、両チームまだ無得点です。日本ハムファイターズ4回裏の攻撃になります。打順は2番上川畑、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ファイターズ得点に動きはありません。0対0で迎える4回の攻撃です。
さあゲームは両ピッチャーの好投でまだ得点が入っていません。赤星さん、緊迫したゲーム展開なんですが、こういった時のバッターの心理状態はどんなものなんでしょうか。やはり1点を先にどうやって取るかという意味でも、とにかくどうやって塁に出るか、どのボールを狙うのかを考えていると思いますね。そんなバッティングができるんでしょうか。改めてお聞きしますが、この上川畑、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。そうですね、まあランナーがいると打ち方が変わる場合もありますけど、基本的には打ちました、これはどうだ、ピッチャーが取る、アウト、ワンアウト。バッターは今日 DH に入っているマルティネス。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。柳、まずは先頭バッターを打ち取っています。ここは打ち上げています。ライトが取りました。ツーアウトです。バッターボックスは4番野村。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね。期待しましょう。ツーアウトになっています。外へのボールは入りません。ボール先行です。アウトコース見送ってストライク。ツーボールツーストライクです。この回ファイターズ三者凡退です。4回終わって0対0、両チームまだ無得点です。小宮山さん、ここまでお互い譲らず投手戦となってますね。そうですね、個人的にはこういう試合が大好きなんですけど、見てる人はちょっと退屈かもしれない。打ちました、高いバウンド、ショートゴロ、アウト、ワンアウトです。バッターボックス土田、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはファイターズが伊藤、そしてドラゴンズが柳、この2人の投げ合いとなっています。いいコースでしたけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。高めのボール、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。これもファウル。ボールになります。アウトコース見送っています。スリーボールツーストライクです。またファウル。お気をつけください。いい当たり、これはどう、センターに抜けました。ワンアウトランナー一塁です。さあ先制のランナーを一塁に背負います。バッターボックスには大島。ここはエンドランも警戒しておきたいですよね。さあランナーをどう生かしてくるか。初球は空振りです。ちょっと浮きましたね。低め中心でゴロを狙いたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。アウトロー外れます。
この低いボールは外れます。中への変化球外れました。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。わずかに左に切れました。ファールボール。ファーストランナースタート、打ちました。打球はセンターへ。センター掴んで2アウト。バッターボックスには2番岡林。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。2アウトになっています。2球目は何で来るか。打ちました。上川畑、1塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。0対0、両チームまだ無得点です。赤星さん、バッターも2巡目に入ってきているわけですが、まだあまりタイミングが合っていないように見えます。いかがですか？まあそうですね。ただ今日のピッチャーの調子だとなかなか打つのは難しそうですね。そうですね。それほど今日のピッチャー調子がいいようです。低めの変化球は外れました。ボール先行です。これが3球目。これは低いところに持ってきました。ストライクが入りません。ストレートですよね。はい、低めストレート、空振りでストライク。3ボール1ストライクです。打ちました。取った。1塁送球アウト、ワンアウト。6番バッター浅間、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。前の打席見逃しての三振は良くないですよね。はい、今度は積極的に行ってほしいですよね。そうですよね。柳、まずは先頭バッターを打ち取っています。インコース詰まりました。ここはフライになっています。掴んで2アウトです。打順は7番江越。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。さあ、ここは同じ鉄は踏みたくないところ。低めボール、ボール先行です。ストライクになります。よく見ましたね。5球目は何で来るか。真ん中見送ってストライク。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。三振になります。3アウトチェンジ。この回ファイターズ3人で攻撃を終えています。5回終わって0対0、両チームまだ無得点です。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。6回の表
札幌ドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。ドラゴンズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。阿部がバッターボックスに入ります。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがライトフライに倒れています。ファイターズ得点に動きはありません。0対0で6回を迎えています。これが2球目、インコースボール、さあ3球目は何か、変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。ボールになります。スライダー外れます。フルカウントです。アウトコース打ちました。取ってワンアウトです。バッターボックスビシエド、先ほどの打席はデッドボールでした。まずはワンアウトを取っています。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。スピードボールを持っています。アウトコースへのカーブはボールです。ボール先行です。ボールになります。ストライクが入りません。ここは変化球でストライクを取るのが無難でしょうね。なるほど。さあ何を選択してくるか。ストライクになります。フルカウントになっています。さあこれで決まるのか。打ちました。センターへ打球伸びる、センターが取りました。ツーアウトです。バッターボックスには5番高橋、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ツーアウトになっています。アウトコース見送っています。スピードボールを持っています。打ちました。流しました。高い打球レフト線、浅間が抑えて3アウトチェンジです。この回ドラゴンズ三者凡退です。0対0、両チームまだ無得点です。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。6回の裏ファイターズは代打を送ります。バッターボックスには代打の万波。さあ赤星さん、ここは何を期待されますか。まあランナーいませんから、ここは当然出塁することを考えなくてはいけませんね。そうですね、この起用に応えたい。アウトコースボール、変化球持ってきました。次が3球目、アウトローを見送ってボール、
ボールになります。打ちました。ビシエド。一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスには代打の今川。柳、まずは先頭バッターを打ち取っています。アウトコース見送ってストライクです。低めはボール。3球目は何で来るか。これはバットが泳ぎます。ワンボールツーストライクです。打った。これはどうだ。三遊間抜ける。見事起用に応えました。ワンアウトランナー一塁となりました。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど、そうですね。インロー見送っています。これが3球目。追い込まれました。さあ4球目は何か。引っ張った。取ってツーアウトです。バッターは2番上川畑。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ツーアウトになっています。牽制、一塁はセーフ。さあ2球目は何か。際どかったですよね。ボール先行です。さあ3球目は何か。真ん中に決めてきました。切れていきます。ファウル。一塁牽制セーフ。ボールになります。スリーボールツーストライク。6球目は何で来るか。切れました。ファールボールです。打ちました。痛烈。三遊間抜ける。上川畑、これが自身本日の初ヒットになります。ツーアウトランナー二塁一塁。変化球打った。サード取った。記録はサードのエラー。しまったという表情。さあそして打席には野村が入ります。さあチャンスが続き満塁の場面。いい感じでつないでるので、このまま先制点を奪って主導権を握りたいですね。なるほど、そうですね。次が2球目。見送ってボール。
低め外れています。今のは危ないボールでしたよね。さあバッター追い込まれています。アウトコース、これは見送ってボールです。押し出しの先制は避けたい場面です。ておきたいですよね。さあこのチャンスでバッターボックスには5番の清宮が入っています。初球から振ってきましたがうまく変化球でかわしました。2球目は何で来るか。これは見送ってボール。今のは危ないボールでしたよね。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。次が4球目。ファウルボールです。釣り球、しかし誘いには乗りません。平行カウント、打ち上げた。この打球は落ちそうだ。掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回ファイターズついに均衡を破りました。6回終わって2対0、ファイターズ先制です。ファイターズ、これから7回、ファイターズに選手の交代がありました。小宮山さん、ここまで無失点、見事なピッチングが続いてますね。まあそうですね、もう本当に計算通りのピッチングと言っていいと思いますね。どこまでこの投球続くんでしょうか。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。松本が抑えています。ワンアウト。バッターボックスには7番木下。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。まずはワンアウトを取っています。インサイド空振り。低め見送っています。次が3球目。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。清宮が掴んで2アウト。バッターボックスは8番加藤。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトになっています。初球ボール。チェンジアップ外れました。ボール先行です。変化球タイミング合いません。落とすボールで空振りを取りました。2ボール2ストライクと追い込んでいます。チェンジアップは入りません。3ボール2ストライクです。
これが6球目。打ちました。取った。一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対0、日本ハムファイターズがリードしています。さあ、そしてここからはラッキーセブン、ファイターズの攻撃に入ります。切れていきます。ファウル。打ちました。ライトへ打球伸びる。ライト掴んでワンアウト。7番バッター江越、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。柳、まずは先頭バッターを打ち取っています。これが2球目。高めのボール打ちました。詰まりながらもライトへ。ここはフライになっています。ライト掴んで2アウト。バッターは守備交代から起用されている梅林。2アウトになっています。この回のファイターズ打線ですが、早くも2アウトになっています。ちょっと簡単に打ち取られすぎてますかね。はい、そうですよね。初球打ち、この打球はフライになっています。ビシエドが掴んで3アウトです。この回ファイターズ3人で攻撃を終えています。7回終わって2対0、日本ハムファイターズがリードしています。バッターは9番、土田。ここはさっき打たれたスライダーの使い方には注意したいですね。さあ、ここはどういった攻め方をしてくるか。初球打ち、弾き返した打球はセンターへ。打順は1番に帰ります。バッター大島、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。わずかに左に切れました。ファールボール、低めに外れてボール。打ちました。取った。一塁送球します。ツーアウトになりました。打席には2番バッター岡林。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。この回の伊藤、4球でツーアウトにしています。そうですね、理想的なピッチングだとは思いますよ。はい、そうですよね。切れていきます。ファウル。3球目は何で来るか。アウトコース外れました。高めのボール、弾き返した打球は右中間へ。浅間が掴んで3アウトです。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対0、日本ハムファイターズがリードしています。打席には9番バッター今川。ここはさっき打たれたシュートの使い方には注意したいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。さあ、2球目は何か。バットが動きませんでした。ボール先行です。ファウルになります。ちょっとタイミングが合っていません。2ストライク2ボールと追い込んでいます。変化球空振り、ワンアウトです。打順はトップに帰って松本。今日はまだ当たりがありません。
前の打席アウトにはなりましたけど、しっかり捉えてましたよね。タイミングは合ってるんで期待できると思いますね。そうですね。柳、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球ボール、低めの球、これは外れます。ボール先行です。切れてますね。アウトローの変化球、キレがあります。4球目は何で来るか。ボールを操ってきます。2ボール2ストライクです。外れました。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。土田が抑えて3アウトチェンジです。この回ファイターズ三者凡退です。8回終わって2対0、日本ハムファイターズがリードしています。初球変化球は空振りです。ここはバッター甘いボールを打ってきますよ。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。外れてますか。はい、変化球わずかに外れてボール。これが4球目。高めに持ってきました。2ボール2ストライクです。ファウルになります。まあ次のボールが勝負ですね。なるほど、そうですか。打ちました。ここもファウルです。スライダー外れます。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。打った。この当たりはどうか。レフトが取りました。ワンアウトです。さあ球数的にも多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあ、そうですね、100球超えてますからね、疲れが出始めてると思いますよ。ああ、なるほど。ベンチもどう動いてくるかですよね。アウトコース見送っています。スライダー決まっています。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ビシエド、今日の初ヒットがここで出ました。ワンアウトランナー一塁です。まず何を投げてくるか。初球打ち、ここはフライになっています。掴んで2アウトです。バッターボックスには指名打者の石川、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。2アウトになっています。
打ちました。高いバウンド、セカンドゴロ、これで3アウト、試合終了になりました。今日は見事な完封で白星を挙げました。日本ハムファイターズが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。小宮山さん、見事な完封勝利です。本人はもちろんですが、ベンチ監督としても嬉しいですよね。そうですね、もう一人で投げ切ってくれたっていうだけでもう本当に喜ばしいことなのに、点取られてないわけですからね。まあ素晴らしい内容でしたね。本当にそうですよね。チームに勢いをつける、そんな勝利になりました。勝ったファイターズ、接戦をものにしました。一方のドラゴンズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはファイターズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで札幌ドームから失礼いたします。